こんばんは折徹子ですそれでは山崎先生よろしくお願いしますえっと山崎幸太郎です、えー、今日はですねあの統一教会とねあ,あまり知られてないけれどもね、えー、一部ではよく知られている問題があるんですで、えー、っと1971年に早稲田大学の文学部でですねかくまによる臨時殺人事件があったんですよそれは要するに川口大三郎っていうね えーまあ、ノンポリかどうかわからないんでそういうノンポリ学生が角丸の、えー、早稲田文学支配に対して、えー、ちょっと批判的な立場のだったので、えー、中核派と疑われてですね、えー、リンチにされて自治会室かなんかにあよ呼び出されてそこでリンチ受けて死ぬっていう大事件が起きたんですよ。それがその後のね対応の仕方の中から、えー、統一教会がねそこに出てくるんですよ。 それでそのことを調べた人がいましてね、それはあの朝井新聞、当時は、ね、早,早稲田大学文学部の学生だったんですけれども、後に朝日新聞に入社して、えー、今はもう退社してますけど、日田武史って、まあ、読み方はちょっとよくわからない、日田武史っていう人がね、えーえー、彼は早稲田で死んだっていうあのドキュメンタリーの本を書いてる。 昔もうちょっとかなり前に書いたらしいんですが、また新しく出るらしいからね、みんなに読んでほしいなと思うんですけど、この飛田さんの、飛田武史さんの話によるとですね、川口大三郎が臨時殺人を受けて死んじゃったと、その後の対応で、つまり角丸との対、あのー、角丸はね、その臨時殺人事件がばれて、いろいろ逮捕されたり、 あの社,社会的批判をいっぱい浴びるうち、大学側からも <coughs> すごい批判されるんですけど、ところが、このね、飛、えー、田さんたちが、えー、川口大三郎を守ろうとした人たちが、かくまると対決,対決してるうちに、ですねその、えー、左右過激派と対決するうちに、まあ、どちらかというと右翼保守系の、えー、学生たちが集まるわけですよ。 ところがその中にですね、えー、統一教会、いわゆる原,点っていうのが原理研究会というところの学生たちが何人か集まってきて応援するわけですよ。角丸を,、えー、角丸をやっつけようと角丸をたたた潰そうとしている人たちの中に、統一教会原理研という人たちの学生たちが紛れ込んできて、そしてその人,人たちがこの、えー、川口大三郎の えー、死んだ後のですね <laughs> 追悼集会とかね追悼のいろいろな行事の中に入り込んできてるんですよ。そのことをね調べてる本なんですけどそれはね不思議なことに僕は1972年っていうとですねもう僕は大学卒業してまして、まあ、大学にいたかどうかその頃フラフラしてたのかもしれないですけどまあ興味を持ってましたね。 早稲田大学学のの文学部っていうのはね、僕もな興味持ってたから、えー、そこに角丸がいるっていうことも知ってたしで角丸の僕は角丸に対して必ずしも批判的じゃなくてですね、角丸の,あの黒勘っていうね、黒田寛一黒田寛一って書いて黒勘って言われてる、あのー、マルクス主義哲学者がいてですね、その人はもう年配の、えー、と目の見えない人でそれしちょっとで伝説的な人物ですけど その人が、まああのー、指導していたのがか丸ると、それからあの道,道路っていうの国国鉄、国鉄、JR、昔の国鉄にもあのすごい影響力を持ってて、えー、あれをなんと、僕はあんまりその組織の名前よく知らないんですよ、えー、道路とか、なんとかで国,国,国,国鉄労働者なんとかかんとかっていう名前があるんですけど、そこの、 指導者だった人がいて、それをかくまるっていう学生運動のかくまると、その、えー、社会人たちの運動とか、そういうところで活躍してた黒館と言われている黒田寛一が指導する組織だったんですよ。えー、こ,このね黒館に関してはね、佐藤勝さんたちもね、結構ね、ああの好意的に紹介してますよ。で、僕もね、結構これ、これこの運動に関してはね、えー、 佐藤さんの影響もあってね、えー、ち,ょっとちょっとだけですけど、関わったことがあるんですよ。えー、とどこでしか五反田かどっかに、あのー、なんか勉強会をするところがあってですね、そこで僕は一回ね、えー <coughs>、沖縄問題についてね、講演したことがありますよ。それから、えー、ともう一回は品川のなんとは、えー、プリンスホテルかな、どっかで、えー、この角丸系の松田明っていうのかな、指導者が、 えー、書記長みたいな人がですね死んだ時に亡くなった時に追悼の何かあったような気がするんですよそこに僕行きましたねだから別にあんまりそれをね、ま、今の人に中核とか囲まるっていうとねもう左翼暴力集団だからねもうあのぼあのねヤクザ組織みたいに思ってる人たちもいるけどまあそ,そう思っててもいいし,しょうがないんですけどあのいうあのー 左翼学生運動というものは、一応ね、評価していいんだと思うんですよ。で、その角丸と対決してるうちに、ですね右翼保守系の、えー、あまあノンポリ、ノンポリの学生たちを中心にした学生あの、えー、角丸批判ですよね、角丸批判の運動の中でですね、原理権の、要するに統一教会の学生たちが入り込んできて、そこで、えー、いろいろあるんですよ。で、例えばね、こういうことがあったらしいんですよ。 いや僕は、はさ最近初めて知りましたけど、つまりね、川口大三郎君という人はです、ね、どっか静岡県の伊豆かどっかの生まれなんですよ。それで、えー、お父さん、早く亡くなってね、母子家庭で育ってるんですよ。お姉さんがいたらしいんですけど、母子家庭で育って、早稲田大学の文学に入って、えー、そこで真面目にやってたんじゃないですか。で、角丸に対してはちょっと批判的だったらしいんですよ。 でえー、っと少しあの中核派の、ね、勉,強会勉強会か何かに1回か2回行ったことがあったっていうだけのことらしいんですけどでも中核の方ではねこの角丸の問題があってから、えー、川口大三郎が中核派の学生,学生運動家だっていうようなことを宣伝しちゃったらしいんですけどそれをまあ角丸は本当に真に受けてるのか知っててやったのか分かりませんけどあのや,やるんですよ。それで えー、川口大三郎君がん死んだりし、それで追悼会があったり、いろいろあるんですよ。で大,学の大学側からも、見舞い金とかね、いろいろ出してくれたんですよ。それで川口大三郎君のお母さんはですね、えー、当時ね、えー、早稲田大学の,あの学,学,学校の方大学の方からですね、えー、700万円ぐらいのお金をね現金で見舞い金として、 もららったらしいんですよところがね、この見舞金というのが怪しいんですよ。当時のね早稲田大学の総長は村井祐長とかいう人なんですけど、このむか村井祐長っていう人はね、その700万円の見舞金をか川口君のお母さんに、えー、渡して、その上にですね、とこその上そ見舞金で、 えー、だからこれがうまいんですけど、統一教会のうまいところはね、ここなんです統一教会の方の学生たちを中心にしてね、川口君のね記念のね、セミナーハウスを作るというんですよ伊豆、伊豆の方に。勉強会なんかする学生のための勉強会をするようなセミナーハウスを作る。それでそれを川口君のお母さんとの,その700万のお金と、それから。 村井助長っていう総長が持ってた別荘があったらしいんですよ、伊豆の方に。その別荘の土地を提供したらしいんですよ。臨時殺人で、ま、殺された学生のための記念として、後々ののずっと後輩のための勉強会の,さ組織あのソミナーハウスを作るっていうことはいいことじゃないかっていうことだったんじゃないですかね。それで えー、村井さんは自分の持ってた伊豆の別荘を土地を提供しで、えー、川口のお母さん川口君のお母さんは700万というその見舞い金を、ね、全額ねその学生に渡しちゃったらしいんですよ。そのセミナーハウスを作るとかって言ってる学生たちに。どういう組織か分からないけれど、まあ、そういう人たちが、えー、暗躍してたわけですよね。で、どうなったかっていうとね、まあ、結論を先に急ぐとですね、 いつの間にかね、そのセミナーハウスがね、統一教会のね、教会のね、事務所,事務所っていうか、あの勉強会の,そのそ、統一教会のセミナーハウスが、統一教会の,なんかあの建物になってたと。川口君を記念した建物のはずだったのに、そこじゃなくて、統一教会の,、あのー、の信者たちが集まる、勉強会するような場所になってたと。 それが分かってからですね、村井,さん村井助,の、えー、助長という総長とかそういう人たちは、まあか、かなり統一教会に対して批判的なことをやったらしいんですけど、衆議院しても騒がれたらしいんですけど、でもそれはもうしょうがない、もうやっちゃった以上、もうどうしようもないですからね、もともとね。それからこの飛田岳さ,さんによるとですね、えー、最近でもですね、最近でもその、えー、 川口君のですね川口大三郎君の、えーえー、なんて言うんですかね,ね年期奉公じゃない、あれは何て言うんですかね、僕は仏教のあれをよく知らないんだけど、自分ちの仏教なのにあの、法事があるわけですよ。何年か、亡くなって何年かごとに法事がありますよね。3年期、7年期、何10年期とか20年期とかと。そういうので集まったことがあるらしいんですよ。で日日田武さんにも 招待,所招待いうかが来たたのででったらしいんですよお寺にどっか近くの、その、えー、川内大三郎君がの墓のあるお寺の方に行ったら、だらそこにも、実はね、そこに、えー、もうお母さん亡くなってるのかなそれでお姉さんがいるんですよ。いたら、お姉さんがいるということで。で、お姉さんが結構、あのジ,ムをジムっていうか、その工、えーえー、事を取り仕切ってたらしいんですけど、そのところに、えー、統一教会の、 幹部たたちが来てたとでその4、5人来てたんだけど、それは当時の早稲田大学の,その川内大三郎さんが臨時事件にあったときに、早稲田大学で活躍してた原理研のメンバーなんです。その原理研のメンバーは、その後ずっと統一教会の幹部になってですね、結構みんな出世出,出世っていう言い方はおかしいけど、あの統一教会の中で偉くなってるんです。 やめたのかなもう,もう朝日氏も辞めてたんだらしいんですけど、それで、えー、ひ騨さんが書いた本のことも、えー、ドキュメンタリーを書いてるわけですね、それをその統一教会の原理権の人たちは、5、6人の早稲田の出身の原理権の人たちは全部知ってたって、それで平さんにちょっとあ,あの挨拶に来たらしいんですよ、そのお姉さんを通して。 そう全部、まあも、昔ど、大学の同級生とかそういう人たちですからね、まあ、分からないわけじゃないわけですよ、みんな。そうしてね、そこからね、もう一つ話がははは発展していくんですよ。で、飛田さんに、統一教会の幹部っていうのがね、今も幹部だったらしいんです、最近、えー、幹部を辞めてるらし,いらしいんですけど、その幹部がですね、早稲田出身の幹部がですね、 えー、いわゆるあの朝日新聞の赤包帯事件というのがありましたね、神戸の支局、朝日新聞の神戸支局が襲撃されて、えー、新聞記者が真の殺されたりするんだっけな、赤包帯事件として有名なんですけども、その赤包帯事件が統一教会と何か深く関わってるっていうようなことを、えー、その統一教会の幹部が話をするんですよ。 ひ田さんにちょっと話したいことがあるって言って、あの2人で話し合いたいって話してるんですよその時にその幹部の人が言うんですよ。赤方帯事件っていうのは、だから、えー、っと、朝日新聞が攻撃されてメディア、メディアが攻撃されたっていうことで大問題になったわけですよね。ところがそれが明偶入りしちゃったわけですよ。えー、っと、でもね、えー、ある、その、えー、事件を調べた警察によるとですね、ある程度ね、 犯人っていうかね、その事件の真相が分かってきたって言うんですよ。ところがそ、その直前になってきた時に、警察にあるルートから、ですねもうそこそれ以上やるあの、調べることはやめろっていう、何かの、えー、プレッシャー、あれがは、うん、圧,圧力がかかってきたと。まあ、なんか政治家からの圧力じゃないかって言うんですけどね、政治家からの圧力ですよね。 でところが、その飛、えー、田武さんに1対1で話をした統一教会の幹部,幹部だった人は、あれは統一教会,統一教会が絡んでいると。自分たちは関係なかったけれども、統一教会の、えー、中の一部の信者たちの中にいる、一部の,かあの跳ね上がりというかその、統制が効かないところで、 ひょっとしてやったんじゃないかっていうような話をしたって言うんですよ。それで同時にその警察に圧力がかかるでしょ、政治家からどうか知らないけど、どっかからの圧力がかかって、警察がそれをやめることをやめるだから僕は、えー、全くそういう情報は何もないですけれども、この平田武さんの本と、その平田武さんが YouTube で最近話してますからね、その話を聞いて、えー、あ 統一教会が絡んだ事件があの赤方体事件件が赤も絡んでたんだなかで、川口大三郎臨時殺人事件、早稲田大学の文学部で起こった、えー、川口大三郎臨時殺人事件は、直接はあの統一教会は関係ないんですけど、それをあと、のー、の,の追悼集会とかなんとかをやっていく段階で、角丸を追い詰めていく段階で、実は、 原理権の学生たちがその角、えー、丸を追い詰めるグループの中心勢力になってですねで全部取り仕切ったんじゃないかと思われますよねだから僕はねあのふと考えるんですよ僕の時代はちょっと僕はそのよりちょっと前ですけど学生時代はね原理権というのは確かにあったんですよで僕もその1972年頃から,からものを書いてますからね、えー 僕は慶応だったので、慶応にもね、えー、三田新聞っていうのがあるんですよ。三田新聞とかね、他にな、慶応義塾新聞っていうのもあったかな。ところが、慶応熟成新聞とかっていうのがあったんですよ。この熟成新聞とかね、学生新聞とかっていうのはね、えー、どうもみんなね、原理研系,の系統の新聞なんですよ。で僕は一時ね、そね、そういうことはちょっと分かってたけどね、まあ別にどうってことないやと思って。 その新聞にね、えー、原稿を書いたことがあるんですよ。その編集長みたいな人が僕の知り合いだったので、えー、頼まれて書いたんですよ。でも、あれはなんか変な雑新聞だったなと思って、三田新聞じゃないよなと。三田新聞っていうのはちゃんとまともな学校の、えーえー、古い校舎の近くに、えー、新聞の事務所もある構えて、伝統ある新聞ですからね。それとは違うんですよ。まあそういう。 保守系の人たちが集まる場所にその塾生新聞とか学生新聞とかっていう新しい新聞社を作ってそこに原理権とかそういう人たちがいろんな入り込んだり資金提供したりしてるわけですよね。それ,それと同じようにねあのこの早稲田大学の中でもねその原理権っていうのがあってそれが、えー、なんかいろんなあの保守系の要するに えー、保守系っていうか、うまあ、右翼系というほどでもないけど、まあ、反左翼の保守系の学生たちの、バックから資金援助したり、仲間に引き込んだりしてたわけですよね。僕もそれをかんなんとなく感じて分かるんです。僕が一番あ感じたこと、当時感じたことっていうのはねが、例えば僕は60年安保の世代、60年安保じゃない、70年安保っていうのかな、あれ全教闘世代なんですよ。大学に行くとね、 もう、あのー、授業はそっちのけでね、学生集会っていうのはしょっちゅうあるんですよ。もうよ夜中よよ、えー、一晩中使ってやったりするんですよ。そうするとね、ねそういう時に必ずね、えー、その学生集会をに、学生集会を潰すっていうよりね、学生集会に茶碗をつける学生がいるんです実はまあ、ちょっと保守,が保守派の学生ですよね。僕も保守派だったけどね、そういうやつを見てるとね、こいつらバカかと思いましたけどね。まあ、そういう連中がね、うん あの保守的なことばっかり言うんですよ、まあ、自民党とかなんとかそういうの。だから僕はその学生たちっていうのは、自民党を応援して、いいところに就職しようとかねあの応援団、運動部の応援団とか、そうい応援部とかね、そういう人たちだったんですよね。それからまあなんとか精神研究会とか、れ早稲田だと早稲田精神高揚会とかなんとかそういうのがあるわけ、クラブが。えー、見た慶応だととと福沢精神なんんかかんとかっていうの そういう人たちはずみんな保守的なんだけど、思想的保守っていうよりね、経済的保守なんですよ、と僕は思ってましたね。就職に便利だから入ってるんでしょみたいなそこ、そういうところに入ってる学生たちはね、どんどんいいところに就職できるんだ確かに。いてあの 田自分の郷里の政治家にくっついていてて何かやったりとかっていうのちょっとあんまり言うと色々僕のまあ今,今でもまだ交流のある人たちがそう,いうそういう学生たちがいますそういう出身の人がいますからねあんまり僕も言えないんですけどまあそういう人たちが多いわけですよだから今のネット右翼っていうのをねネット右翼って言われてる人たちっていうのはね やっぱりあの経済的な問題ですよ経済的な問題と就職問題とかね、そういうのを絡めてね、ここにいるといいところに就職できる、いい仕事があるとかね、経済的にある程度保障されるとかね、そういうことを狙ってる、本当に右翼か右翼活動かっていうのはね、ごく一部だから。だから例えば早稲田大学で川口大三郎君の事件があったときに、その後の処理の問題のと過程で、 みんな、その核の場に対して批判的だけども、じゃあ、保守的で、右翼的で、理論的にちゃんと右翼思想とか、保守思想の勉強して、理論的に、理論武装してるかっていう、そうでもない学生たちがいっぱいいるわけでしょ、ノンポリのそうい。そういう人たちの中に入り込んでくると、どうしてもその保守系の学生たちっていうのは、そういうふうに引きずられていくじゃないですか。もう引きずられる前に、そういう運動をやめちゃう人もいるだろうし。 引きずられているとほとんどその仲間に取り入れられて、その活動の後ろで支配してたのがあの原理権、統一教会だったわけですよ。他にそんな理論武装してる人たちいませんからね。僕は小林秀夫とか江藤人とか三島紀を読んでたから、昔から、そういう,う,いう人たちの話に全然乗ら,乗らないんですよ。だってそういう人たちはさ、何も、あのー、本も書いてないしよ、僕なんか読みたい、その。 パンフレットで回れば読むけどさ、読むに値しないパンフレットなんか見たってしょうがないと思ってるんじゃん。ところが一般のね、ふらふらしてね、中途半端な学生たちは、それに引きずり込まれちゃった引きずり込まれるっていうことがあったんじゃないですかね。だからなんとなくこの日田武さんっていう朝元朝日新聞記者の、ね、本を読むとね、そういうことが書いてあるようですから、ぜひみんな読んでもらいたいと。つまりねあ、もう一つありましてね。 これもまだ僕が確証を持って言ってるわけじゃないですけど、ただ話として聞いてくる。えー、世田谷一家殺人事件というのがあって、これも銘食いしましたね。なんかいろいろ証拠書類はいろいろ残ってたけれども、はっきり3人を見つけることができなかったでひょっとして外国人が絡んでるんじゃないかな、いろんなことが噂には出たけれども。 この世田谷一家殺人事件にも実は統一協会が絡んでるっていう噂がありますね。これも同じような話で、なぜ名句入りしてるんですよ。多分こ、こでこの事件もですね、ある程度調べがついてですね、調査がいってると段階で、警察に対してね、圧力がかかってきたんだと思うんです。それ以上調べるのはやめろと。ねまあ、その見逃してくれみたいなも問題だったと思うんですよね。 だから僕はね、いわゆる統一教会問題はどそんな大した問題じゃないよって。統一教会単なる宗教だからし信仰の自由があるし、あの宗教はそのままやっとけばいいじゃないかって。僕もはっきり言って、宗教に関してはそう思いますよ。でも、統一教会問題が今、今日本で騒がれてるのは、あれは宗教だっていうことじゃなくてですね、宗教じゃなくて、あれは政治,家政治運動なんかやってるんですよ。政治運動団体だから、 これは日本国民としては黙って許すわけにいかないから、えー、テレビとかマスコミとかもですね大騒ぎしてるわけですよ。すごく騒いでるわけですよ。で、えー、いろんな資料が出,れ出てくれば出てくるたびに我々の心に響くわけですよ。何かその、なんて言って、えー、日本列島を、えー、韓,国韓国とかその統一教会の文鮮明とかその教祖に全部捧げるとか。 そういうい話をって、日本の貯金、国民の貯金額、貯金の総体は、あれはその日本人の日本のものじゃなくて、韓国の朝鮮のものだとかね、そういう話をしてる分、文鮮明は演説でそういうことをしてたしい、最近、毎、え、日、ー、新聞かどうかが調べてみたら、全部、演説集っていうのがあって、その演説集を調べてみたら、そういうことを言ってると。だからおかしいんですよ、これは。 単にですね、宗教問題っていうより、もう前から言われてるように、アメリカの CIA がバックにいて、資金援助して、資金提供して出発、うん、安倍さんのおじいさんの岸信介も、岸信介も加わって協力してると。これは確かに最初はね、その、えー、共産主義を封じ込めるとかね、反共連合だったかもしれないですけれどもね。 その大きな流れというか、大きな,うう大きなう、えー、背後組織の動きというものはね、明らかにね、結果今、今になって分かることですけれども、これは日本潰し、日本をあので全部救うというよりも、日本を潰すという方向へ向かってきてるだから岸信介は、市議会のスパイだったとっいう話がありますからね、これはある程度事実だと思うんですよ。えー、岸信介は、スガム・プリーズにいるときい,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 いたわけですよ、先般としては歌うわけですよ。 簡単にあれが出てきて、無罪で出てきて、しかも出てきてすぐ総理大臣まで上り詰めるでしょ。そういうことがなぜできたのか、それは後ろに、えー、アメリカの CIA がいて、GHQ じゃなくて CIA がいて、そこから資金提供して、それに、あのー、その統一教会とかそういうのがバックに後ろについて、彼も、四季のブ介は総理大臣まで上り詰めて、で、あのー、安保条約改定ってということをやるわけですよ。ああそこかあの時に、 日本の植民地化の,あの独立は表面的に憲法理論上は独立するけど実質的にはアメリカの植民地になるわけですよ。何回も僕言ってる横田基地はあるし横須賀基地もあるし、えーえー、普天間基地もあると。岩国にも基地あるでしょ。がアメリカ軍の基地をね各所に置いちゃんとしっかり置いといて日本は独立したとか言ってるけどそんなものは。 独立てもなん何でもでないじゃい外国の軍隊をちゃんと置いていくっていうことはおかしなことですよ。それが今の日本ですからね。このシステムを作り上げたのはあの60年安保闘争ですよ。僕は60年安保ってあんまり興味なかったんですけどね。この話を聞いてみると、60年安保からね、えー、その重大な日米関係が始まってるんだなと思って。うん、と今日はね、統一教会とあの早稲田、 川内大三郎臨時殺人事件のつながり、それとですね、えー、朝日新聞の赤包帯事件というのがあった、この赤包帯事件も実は統一教会が絡んでるんじゃないかと、もう一つは、世田谷一家殺人事件、これも統一教会が絡んでるんじゃないかっていう話ですから、僕は別に、あのーえー、はっきりそうだと言ってるわ、断定してるわけじゃなくてね、そういう話が出てるっていうことを、あ そそれはそうだなとな,んとなく僕は納得できる話だと思っているんですよ。というわけで今日はこれで終わります。ありがとうございました。ご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。